サドウザイアサに代わるバーラクザイアサの創始者、ドースとムハンマドとも表記される。ドーストムハンマドは、ムハンマドの友の意である。ドゥッダーニー部族連合、バーラクザイ部族出身、部族長パーヤンダ・ハーンの数多くいる、息子の一人で、母親はペルシャ人であったという。バーラクザイ部族は、当時のアフガニスタンの王を出した。 作動イ部族の分族であり、作動罪朝で最小を出す部族であった。作動罪朝は部族的支配の国家であり、王は同廃中の第一人者という位置づけであって、先制的な支配者ではなかった。国土はペシャーワル、カシミール、カンダハール、カーブルの諸州に分割され、それぞれ王族が統治していた。1793年に、 第二代国王ティムールシャーが没すると、息子たちによって抗争が繰り広げられた。サドウザイア朝が内乱状態になる中で、バーラクザイ部族は勢力を拡張していった。1818 18年、バーラクザイ部族の勢力拡張を嫌ったカームラン王子が部族長でカーブルの州知事を務めていたムハンマド・アズイムを殺害すると、バーラクザイ部族は各地で反乱を起こした。 ドースト・ムハンマドもカシミールから進撃してペシャー・ワルト・カーブルを陥落させている。作動イアサはヘラートに勢力を残すものの事実上崩壊した。バーラク材部族は1826年に国土を分割。この時ドースト・ムハンマドはカーブルを掌握しハーンを称して国家を建てた。彼の2位、コハンデル・ハーンがカンダ・ハールを本拠とし、 カームラーン王子と最小ヤールムハンマドハーンのサドウザイアサ残存勢力がヘラートを本拠としてアフガニスタンに定立する状態がその後しばらく続いた。1835年からドーストムハンマドはアミールを称した。なお、サドウザイアサの王はシャーというイラン的な称号を名乗っており、アミールというイスラム的な呼称はシーク教徒やインドのイギリス人に対する宗教意識の 現れとみなされている。イギリスは、ロシアに対抗するために、アフガニスタン国内への軍の進駐を要求したが、ドーストムハンマドは、これに対して、ペシャー・ワールの回復という対価を要求した。アフガニスタンの強化を望まないイギリスは、旧王家作動剤の元国王、シュジャーシャーと手を結ぶことを選び、1838年、アフガニスタンに対し戦線を布告した。 アフガニスタンに侵攻したイギリス軍は、1839年8月、カーブルを占領。ドースト・ムハンマドはイギリスに捕らえられ、シュジャー・シャーがイギリスの公演のもとで、アフガニスタンの国王に付けられた。しかし、イギリスは、カーブルと、ジャラー・ラーバードといった点を支配しているに過ぎず、傀儡君主であるシュジャー・ハーンにも辛抱はなかった。各地で、 侵略軍に対する反乱が勃発した。ドースト・ムハンマドは、この機に乗じて脱出するも、結局イギリスに降伏し、インドに追放されている。1842年に、イギリス軍が撤退、シュジャーシャーが暗殺されると、イギリスは戦争の継続を断念し、ドースト・ムハンマドの帰国を認めた。1843年、ドースト・ムハンマドは、帰国、 再びアフガニスタンの実権を握る。1855年、イギリスとの間に友好条約を締結した。第一次アフガン戦争終結後はイギリスに協力する姿勢を見せた。イランのナーセロッティンシャーによるヘラート進行を契機とするアングロペルシア戦争やインド大反乱においてもイギリスを支援した。また、姿勢後半において、 カンダハールやマザリシャリフを支配下に収め、その勢力はアムガワイ南のトルキスタンに及んだ。1863年には、サドウザ在家の手にあったヘラートを併合し、現在のアフガニスタンの勢力範囲をほぼまとめ上げた。ヘラート占領の13日後に死去。このシールアリーハーンが後を継いだが、やがてシールとイボ兄弟の間で大継承をめぐる争いが勃発する。 ジェームズ・ラットレー、アミール・ドースト・ムハンマド・ハーン及び彼の末の息子第一時、アフガン戦争に従軍した軍人、画家でアフガニスタンの民族史を書き残したジェームズ・ラットレーは、ドースト・ムハンマドをアフガンのクロムウェルと評している。ラットレーは、ドースト・ムハンマドが国事犯としてインドに護送される途中の1841年1月5日に面会している。ラットレーは、 面会時のドースト・ムハンマドの寛大な態度と知性的な面差しや囚われのみで異国に送られる苛立ちなどを好意的な筆致で描いている。表伝的記載として支配者としては彼は公正で慈悲深く国家の所持によく配慮し、また非常に土量が広く社交的であったと評しており、インドで旅修となっていた際にはカーブルの市場でマサヨシとドースト・ムハンマドは どこへ行ったといった声が上げられていたと記す。一方、若年時には、わがままで、不誠実、執念深いという世評があったとも書き記しており、1848年の著書出版時に大いに返り咲いたドーストムハンマドが、以前の彼の素朴な人格や、虚職や典礼への嫌悪とは、完全に矛盾する行動をとっていると批判的に記す。ありがとうございます。